はい、徳島勝利、NHK をぶっ壊すということで、今日は令和3年の2月の13日夕方の5時です。昨日のね、大橋副投手の爆弾投げぞーっていうね、1時間半ぐらいかな、ライブ。事前に、夕方ぐらいかな、夕方4時ぐらいに、ちょっとね、僕も、3、40分ぐらいライブさせていただいて、まあ、どんなことを言うかわからないけど、みんなで、ね、副投手のライブに集合しようよっていうことで、まあ、ちょっと呼びかけて、若干ハードル上げてね、大橋副投手に後ほど、説教されましたけども、ハードル上げすぎと言われましたけども、まあまあ、当日、昨日の夜、約500人ぐらい、400人台後半ぐらい、470、80人ぐらい、瞬間、最高同時視聴者数っていうんですかね。視聴者数ね。まあ、たくさんの人がね、集まっておりました。で、副投手の、まあ、話に耳を傾けておりました。で、あのライブ、ね、あのライブを聞いて、ゴシップ的だな、っていうふうに、思った人、少なからずいると思います。ゴシップ的なライブだなと、ね、全然政治的じゃないなとか、なんだろう、高等の副投手らしくないなとか、なんかそういう声もちらほら見かけましたけども、あれほど政治的でね、深いことを言ってるライブはなかなかないですよ。それをね、どういうことかっていうふうに、まあちょっと今から僕がね、僕が思った、僕が感じたことですよ。それをね、ちょっと、言っていこうかなと思うんですけども、まずね、冒頭、触り程度、まあ、ゆずか姫さんのことをね、おっしゃっておられました。ポコチャっていうね、アプリがあって、まあ、配信、ライブ配信かな、メインなんかな。僕の友人もね、地元の友人も、ポコチャのライバーやってますけども、女の子でね。そのポコチャっていうので、まあ、ゆずか姫さんが、離党する、しないみたいな話っていうのを、まあ、聞いた人、ちょっと勘違いしちゃったんかな、そのツイッターで、そんな感じのことをね、先走ってツイートしてしまって、ゆずか姫さんはそんなこと言ってないと、そんなつもりで言ってないし、そんなこともないんだよっていうふうなことをね、まあおっしゃってて。まあ結果的には離党することもなく、これからも広報官を、続けていかれるのであれば、まあ良かったんじゃないのかなというふうに、思いました。まあゆずか姫さんの話はこれぐらいにしておいて、まあ町田さんですよね。いわゆる、まあ知ってる人がほとんどかな。町田、なんとかみつさん、としみつさんかな。まあ、とちおとめ町田とかね。なんかいろいろ、なんかいろんな名前がある人ですけども、町田さんのことについて、話されているところ、これね、ものすごく政治的なことを話をしてるんですよね。まあいろいろね、大橋さん、遠藤さん、カモフラさん、アムストさんが町田さんをいじめてるとかね、なんかそんな風なことを言うてる人がここ最近2、3日の間にいましたけども、徳島県から群馬県の人どうやっていじめるんっていうね、そんなどういう風にいじめるのっていう感じですけど、まあまあ、そんな話もありつつね、どの部分が政治的だったのかっていうと、党としては、太田市長選、やるメリットはない。やってくれとも頼んでない。やりたいのであれば、どうしてもやりたいのであれば、勝手にやって、ね。選挙に出る自由っていうのがあるんだから、それはもう自由に勝手にやって。ただ、党としては頼んでもない。やってほしいとも思ってもない。メリットも感じてない。ね。で、昨日の、まあ、コメント欄の中にもあったのかな。まあ、何通か DM でいただいた意見の中に、大橋副投手のライブ見てましたと。ね。じゃあ、梅選挙っていうことなんですかねっていうことを疑問に思った方もいらっしゃったみたいで、これ僕の見解ですよ。副投手はどう思ってるかもわからないし、党関係者の方が、その太田市長選について、まあ、松竹梅の、
3種類の選挙があるとして、どれに該当するのかっていうふうに考えているのかっていうのは僕はわからないですし、これは僕の勝手な感想ですけど、僕はどれにも当たらないと思ってます。梅選挙でもない、じゃないのかなと思ってます。そもそもね、まあ、松茸、梅の違いって何なのっていう話なんですけど、それはまあ、副党首がね、1ヶ月前ぐらいかな、改めて梅選挙を解説されている動画があります。またね、この動画の、概要欄にでも貼っておきますけども、その中でね、松選挙、竹選挙、で、梅選挙、それぞれの違い、そして今現状、梅選挙がなぜなくなったのか、何が原因でなくなったのか、っていうことまで解説されてます。細かく。で、町田さんの選挙、太田市長選って梅選挙なんですかねっていう疑問なんですけど、僕は梅選挙だとは全く思わなかったです。なぜなら、党が望んでいる選挙じゃないっていう大前提があるので、松選挙、竹選挙、梅選挙、どれにも属さないんじゃないのかなと思いますね。いわゆる僕が感じたのは、箕面の選挙、箕面市議会議員選挙を信時さんが、出られて、で、服部さん、修羅さんが市長選、ダブル選挙で出られた。あれも、まあこれどれだけの人が知ってるか知らないですけど、その後に控えてる泉市議会議員選挙、多田ひとみさんがね、出られた。その選挙に党の勢力は全勢力を注ぐんだと。だから、もともと、箕面市議会議員選挙に立候補者を擁立する予定なんていうのは、立花党首の頭の中にはなかったし、出てもダメだよって、無駄だよって、意味ないよって。やるのは勝手だけど、ね、党はそれを望んでないよ。どうしてもやりたいんだったら、自由にやったらどう？選挙に出る権利っていうのはあるからね。自由にやったらどう？そういうふうなことを当時、言ってましたよね。それ何人の人が覚えてるかどうかわからないですけど、だから僕の中のイメージとしては、松選挙、竹選挙、梅選挙っていうんじゃなくて、箕面の選挙と同じ扱い、どうしても、その地元の人が、やりたい。やらせてください。お願いします。じゃあまあそこまで言うんやったらもう勝手にしたら、その代わり、無駄なことやっても無駄やで。ね。そういうことを言ってるんじゃないのかなと。だから今回の太田市長選、ね、副党首が昨日のライブ配信の中で一番言いたかったのは、そこなんちゃうかなと。無駄に頑張るなって、ね。で、無駄に頑張るなっていうセリフが、梅選挙にも当てはまるから、梅選挙と一緒なんじゃないのかな、梅選挙扱いなのかなっていうふうに思う人もいてもまあ仕方ないのかなと思いますけども、じゃあ、梅選挙って何なのか。これね、当選しやすい、当選しにくいは関係ないんですよね。で、まず、第一に、お金を使わない選挙。ね。慈善活動も含めて、ね。トータルで10万円ぐらい。使っても10万円ぐらい。ね。それと、売名、周知。NHK 党は、NHK 受信料を支払わない方法を教える等に党名変更しました。ね。その方法を教えるために日々頑張っておりますとか。ね。放送法違反、弁護士法違反。これが佳境に来ておりますとか。それを選挙という場でマイクを使って、街宣車を使って周知する。街宣車を回して、太田市でね。あ、そうなんだ。そういうことがあるんだ。ね。そういうふうなことを周知徹底する。そういうことですよね、梅選挙。そして、何より一番大事なのは、ネット選挙株式会社。いわゆる、通りになった時に言うと、いわゆる、牧原会社。牧原さんが社長を務められております会社の利益になるように、すると。その点ですよね、梅選挙って。でも、昨日の副党首の、言ってたのは、もちろん、首長選、市長選で、慈善活動、政治活動なんて、今までしてこなかったし、する必要もないと。ね、費用対効果的に、何のメリットもないと。で、
本選、本選って言ったらあれかな、市議会議員選挙、太田市議会議員選挙は2年後であると。今、太田市長選で、ちょっと売名したからといって、2年経ったら忘れるでしょって。市議会議員選挙の方が、もちろん出る人多いですよね。市長選に比べると。開票も時間かかるじゃないですか。ね。だから、何より、党が求めていない選挙。未納の選挙と一緒なんですよ。ね。ってことは、松でもない、竹でもない、梅でもない、じゃないのかなっていうのが、僕の見解です。あの、昨日のライブを聞いてて、そう僕は感じました。まあ、じゃあ、なんて呼ぶのっていうと、まあ、僕はね、名前をつける権限も何もないですから、なんとも言えないですけど、まあ、勝手にやってくれ選挙じゃないですか。ご自由にどうぞ。勝手にやってください。ただ、無駄なことはしないでね。ね。で、副党首が言ってた、選挙はハロウィンパーティーじゃない。これもうずっと前から言われてますよね。選挙の現場で被り物をして、集団で集まってる。その本人たちは楽しいかもしれないけども、一般市民、有権者、その駅の近くを通りかかった人たち、そんな人がどう思うか、自分の立場に立って考えてみてください。ああ、今日選挙始まったんか、選挙か。え、何？なんかいろんな被り物しとる人たちいるよ。何何？それが好きで寄ってくる人も一部ひょっとしたらおるかもしれません。けど、それを見て、投票しようと思いますか？ NHK 受信料、支払わない方法、ね、教えますというアナウンスが流れてて、聞きたいなって、聞いてみたいなって、思いますか？選挙で。思わないですよね。僕は思わないです。はっきり言って。ね。それをライブ配信して、見てるリスナー、または現場で一緒に被り物をして楽しんでる人たちは、楽しいのかもしれませんけど、ね。僕はそう思わない。皆さんがどう思うかは、わからないですけどね。で、まあ町田さんについてはね、僕は個人的にもう関係は一切ありません。連絡をすることもないし、ツイッターもブロックしてますし、ね。聞くところによると、昨日かな？なんか遠藤さんもブロックしたとかされたとか、町田さんからね。で、一回ね、ツイッターをずっと僕のを見てくれてる人はわかると思いますけども、まあ、匂わせ的な、ツイートをね、僕にしてきたことがあったので、どういうことが言いたいのか、はっきり話しようぜっていうことで僕は町田さんに電話をかけました。けど、出ずに、ね。電話は出ないけど、ツイッターの DM で DM は届くみたいな。感じで、そんなことが続いて。で、あ、もうこいつあかんな、と。いうことで、そんな人が NHK の、ね、被害者、国民を僕は守れるとは思わない。はっきり言って。電話に出ない。けど DM で返信はする。じゃあどうします？玄関に集金人が来てます。電話対応はしません。DM で対応します。そんなんで通ります？政治家を目指してるんでしょ？無理でしょ、そんな。なんで僕は個人的には一切応援してません。どうでもいいと思ってます。反面、選挙に落ちればいいとも思ってません。出るのであれば出たらいいし、ね。もちろん、結果は見ます、僕もね。YouTube 上でですけど、現場に行ったりはしないですけど、見ますけど、自由にやってくださいと。ね。ただ僕自身は一切応援するつもりもないし、もちろん開票のズームライブ等々やることもないし、っていう感じです。なんだろう。やっぱりね、真摯に
向き合ってる人っていうのを応援したいし、やっぱり陰でこそこそ、する人っていうのは僕は人間的に無理なんで、NHK 党とか、ね、公認候補予定者とか、それ以前の問題です。僕は人間的にそういう人は無理なので、ちょっとね、まあ、距離をすでに僕は置いてますし、それをね、いじめだっていうふうに言う人もいますけど、まあまあ、副党首がね、いじめじゃないっていうふうに、本人が言ってたよっていうことなんで、まあ勝手に周りがね、騒いでるだけだったのかなと思いますけど、まあもう一回言いますけど、徳島県にいて、群馬県にいる人をどうやっていじめるのか、ちょっと教えてもらいたいなっていうふうな気持ちでいっぱいですけども、まあそんなところですかね。とりあえず、党は望んでいない選挙であると。ね。党は望んでいない選挙であるし、やるのであれば、自由にやったらどうですか？ね。なんで副党首がライブ上であんなことをずっと言ったか。ね。それ、梅選挙の二の舞が、になると、ただのマイナスでしかないからですよ。本来選挙に出て、売名周知、ね。ネット選挙株式会社の利益が出る。そういう、少しでもプラスな面を残して、例えば供託金が返ってくるとかね。いい宣伝にはなったよねっていう着地点よりもマイナスの方が大きくなると何の意味もないでしょ。でそういう選挙いっぱいあったでしょ今までに。だからそういうことにならないように事前に釘を刺してるんですよ副党首は。だから僕も切り抜き動画最近自分がね画面収録できるようになったので、今日立て続けに2つ出しました。副投手の昨日のライブの切り抜き、そして、立花投手がサイゼリアでね、おっしゃってた、バカほど頑張る。副投手が言ってた、選挙はハロウィンパーティーじゃない。その二つの動画、出しておりますので、また、見ていただければいいのかなと、思います。以上です。徳島市より、NHK をぶっ壊す。